曲全体にバッハによるスラー、これは古典の方が適当だと思いますが書き込まれています。ただ残念なことにバッハのスラーは判読しにくく書いているようで、どの音からどの音までがスラーであるのか分かりにくく、版によってスラーが異なって表記されているようです。例えばヘンレ版は小節ごとのスラー表記となっています。しかし第2展開冒頭の12、13小節の下声主題部分のスラーはバッハによる古典として明確なようです。こういった資料など私なりに調べました限り、この講座で使用させていただいていますスラーが適当と思います。草食記号の演奏例について説明させていただきます。3、4小節上声のモルデントとプラーラーは11小節上声のプラーラーはこの箇所にターンとプラーラーの草食記号をつけて演奏する場合はターンのみの場合はのように演奏してください。22小節上声の上から返し音のあるプラーラーはこの箇所にモルデントの草食記号をつけて演奏する場合はのように演奏してください。26小節からのトリルはのように演奏してください。このトリルはバッハの原稿にはないようですが、つけた方が良いと思います。39、40小節上声のターンはまたは最後のプラウラーはまたは同様の歌詞は同じように演奏ください。草食記号の演奏に関しましては演奏者により様々です。参考にしていただけたらと思います。第3番は大きくは第1部分と第2部分から構成されています。第1部分の中に第1展開部と第2展開部が置かれています。第2部分の中に第3展開部と第4展開部が置かれています。第1展開部は1小節から11小節です。この曲の主題の範囲は意見が分かれると思います。ここまでを主題と解説しています。解説書も多いかもしれません。でもここまでを主題としますと、曲の始めと第4展開部の始めのみに登場するだけとなってしまいます。主題と接続句と解釈しますと全体に適用します。ここまでが主題で、この部分が接続句となります。そして主題の中のこ A と考えます。この A の部分の解釈も分かれると思います。この部分を A と解説しています。解説書もあります。私はを採用します。そしてこの主題に対し第一対旋律が置かれています。この第一対旋律の範囲をと捉える解釈もあります。第一展開部は3つの区分から構成されています。まず A にあたります1、4小節。1、4小節は主題及び接続句が情勢、下声と交互に掛け合い、それに対し情勢に第一対旋律が置かれています。主題の提示と模倣です。次に B にあたります5、8小節。情勢では主題の A が4回繰り返されています。下声ではオクターブで R の音が置かれていますが、これは第一対旋律のもとに作られたものと推測できます。主題の A をと捉えますと、下声の捉え方も変わります。そして C にあたります9、11小節です。主題が重なって置かれ、アードアのカデンツとなっています。主題に対しているフレーズは自由対位となります。そして第1番、第2番同様にバッハの7度音程は大切です。BC の部分を情勢は A の反復と第一対旋律の変形、または基づくフレーズ、下声は R の音の持続音と主題と捉えることも可能だと思います。この部分を第一対旋律に基づくフレーズと解釈する考え方もあります。この解釈も間違いではないと思いますが、7、9小節の情勢・下声の主題の掛け合いは捉えなくてはいけないと思いますし、カデンツも抑えなくてはいけないと思います。兼ねているように私は思います。第一展開部は D ドアから R ドアに転調しています。第一展開部の構成を図にしました。テキストの方をご覧ください。第一展開部は12小節から23小節です。第一展開部も3つの区分に分けることができます。まず A にあたります12、20小節。第一展開部の主題は頭部が拡張されています。これは第一展開部接続句から作られたフレーズと見ることができると思います。接続句です。このとなって、主題が拡張されています。拡張された主題が下声・上声に交互に置かれています。展開部にも使用されていました7度は大展開部でも使用されています。7度が使用されているところで転調しています。アードは A モール、ハーモールと細かく転調しています。次に B にあたります19、20小節です。第一展開部の B 区分同様に調整には主題の A が反復しています。第一展開部では4回繰り返されていましたが、第一展開部では半分の2回となっています。区分 A の主題部分とかぶっていると見ることができますが、これは下声の対からの見解となります。そして C にあたります20、23小節です。第一展開部の C 区分同様に上声下声に主題が置かれカデンツとなっています。ここでは下声主題は拡張された主題が置かれています。上声主題は B 区分の主題の A の反復と被ることになります。この BC の部分を第一展開部同様に上声は A の反復と第一対旋律の変形または基づくフレーズ、下声は自由体と主体と捉えることも可能だと思います。兼ねているようにも思いますが、やはり C 区分の主題の掛け合いとカデンツは意識して演奏すべきとも思います。大展開部の転調は区分 A での転調のみとなります。アードは A モール、ハーモールです。第一展開部の構成を図にしました。テキストをご覧ください。第一展開部および第二展開部ともに区分 A は主題の掛け合い、区分 B は主題の A の反復、区分 C は主題の掛け合いとカデンツとなっています。第二展開部は拡張した主題が置かれている点が大きく異なります。42小節です。第三展開部を3つの区分に分けることができます。ただここでは区分 A、区分 C、区分 B という配置となっています。まず A にあたります24から34小節です。31小節は第一展開部と第二展開部同様に主題の応答です。置かれている主題は第二展開部同様に拡張された主題が上声下声と交互に8小節繰り返されています。転調は主題の配置ごとにハーモール、A モール、アードア、デードアと転調しています。第一展開部と第二展開部の転調の逆となっています。第一展開部と第二展開部の転調は D ドア、R ドア、A モール、ハーモールでした。第二展開部と異なるのはその後32、34小節の3小節分追加されている点です。この3小節に関しましては意見が分かれると思います。32、33小節の情勢を主題と捉える解釈もあるようですが、私は主題の A の反復が適当と思います。下声に関しましては34小節は明らかに接続です。の32、33小節を対幾と解釈することもできるようですが、私は同類の対旋律と見て良いように思います。次は C となります。34から38小節です。情勢に明らかな主題が置かれています。下声は主題の頭部が8分音符の対旋律となり、主題の A が置かれカネ打ちとなっています。この箇所も第2展開部同様に32小節から主題 A の反復、主題、そして第1対旋律の変形または基づくフレーズ、下声は自由単位と主題、ここでは主題の A と捉えることも可能だと思います。この部分の解釈は意見が分かれるように思います。C の後に B となります。38から42小節です。第1展開部、第2展開部同様に主題の A の反復となりますが、ここでは下声で拡張された主題と主題の A の反復となっています。情勢の対旋律は第1展開部、第2展開部の対旋律、6小節から9小節および18小節から20小節と相応すると見て取れます。第3番は大きくは第1部分と第2部分が構成されています。第1部分の中に第1展開部と第2展開部が置かれています。第2部分の中に第3展開部と第4展開部が置かれています。そして拡張した主題の配置や転調、構成から第3展開部は第2展開部に相応すると解釈できます。第3展開部の構成も図にしました。テキストをご覧ください。第4展開部は42小節から59小節です。第4展開部は区分 A、区分 B、区分 C、コーダの構成となっています。区分 A、区分 B、区分 C の部分は第1展開部の構成とほとんど同じです。まず A にあたります42から46小節です。第1展開部同様に主題及び接続句が情勢、下声と交互に掛け合い、それに対し情勢に第1対旋律が置かれています。主題の提示と模倣です。次に B にあたります47から50小節です。B も第1展開部同様ではありますが、ここでは下声で主題の A が4回繰り返され、情勢にオクターブで D の音が置かれています。第1展開部ではここで D ドアから R ドアに転調していましたが、第4展開部では主張である D ドアのみとなっている点で異なります。そして C にあたります51から53小節です。C も第1展開部同様で主題に重なって置かれカデンツとなっています。しかしこの後6小節分のコーダを追加するため義手詞となっています。第4展開部の BC の部分も情勢は D の音の持続音と主主体と第一体性図の変形または基づくフレーズ結成は A の反復と主体と捉えることも可能だと思います。追加されています6小節はコーダとなります。54から59小節です。下声に主題の A が置かれ、上声下声に拡張された主題、そしてカデンスとなっています。一部ゲードアに転調していますが、すぐに主調であるレードアに戻り曲を締めくくっています。第3番は大きくは第1部分と第2部分から構成されています。第1部分の中に第1展開部と第2展開部が置かれています。第2部分の中に第3展開部と第4展開部が置かれています。そして第1展開部と第4展開部が相応し、第2展開部と第3展開部が相応する構成となっています。第4展開部の構成も図にしました。テキストをご覧ください。最後に曲の構成が見てわかるように楽譜に記しました。色分けをして記しましたので、演奏の参考にしていただけたらと思います。このビデオ講座に沿いました PDF 書籍をインターネットで販売しています。詳細は紹介文のリンク先よりご覧ください。では第3番をもう一度演奏してみたいと思います。